山崎光輝選手東京、2番八日市屋博之選手石川、3番西本徹選手広島、4番諸橋恵選手新潟、5番清水雅人選手千葉、6番西徹選手石川、7番尾崎和人選手群馬、8番福田博選手香川、9番小林大輔選手群馬。新人選手79回生の中から品性、技能ともに優秀な選手を選抜して行われるルーキーチャンピオンレース、明日の臨海を背負って立とうという若林9人、関東門にある強烈な逆光を受けてムービングの白煙が上がる中央の通路を取って選手が入場してまいりました。第8レースはルーキーチャンピオンレース、バンクを5周で距離は2025メートルで争われます。1番東京山崎道輝、2番石川八日市屋ひろゆき、3番広島西本徹、4番新潟諸橋めぐみ、5番千葉清水雅人、6番石川西徹、7番群馬尾崎和人、8番香川福田博士、9番群馬小林大輔。過去に海田、小島啓司、小野といったところがそうだったように、ヒーローの出現はいつも突然と現れます。明日のスターへの登竜門、第8レースはルーキーチャンピオンレース。ただいまより第8レースの発走でございます。スターティングポーズ取ります。第8レースルーキーチャンピオンレーススタートいたしました。牽制し合っております。牽制し合ってゆっくりと第1コーナー、内から上がったのが1番山崎道輝、第1コーナーへと入ります。1番追っては2番八日市屋博之、その後ろには8番の福田博士、8番に離れては6番西徹、6番の後ろには7番尾崎和人、そして3番西本徹、3番の後ろ4番諸橋めぐむ、さらに後方9番小林大輔、1番後ろには5番清水雅人。ゆっくりとバックストレッチから第3コーナーへと入ります。誘導員の後ろには1番の山崎道輝がおります。実戦では徹底戦功にこだわって戦っております。地元とあって気合の入れ方が違う、優勝か9着かの競争するつもり、内容が良かったという競争は考えておりません。勝つか負けるかが勝負だという短期戦を挑む1番山崎、1番の後ろには6番西徹、6番に続いて2番の八日市屋博之、1番山崎交代でバックストレッチ入りました。誘導員の白が6番西、6番西、そして2番の八日市屋博之、石川県から2人乗れたんだし必ずどちらかが優勝と意気込む石川コンビ、6番の西、そして2番の八日市屋、その後ろには8番福田、8番の後ろには1番の山崎、1番の後ろに7番尾崎がおります。競輪学校は選考主体で55勝を挙げ4位、 B 級無傷で特進、 A 級では早くも優勝4回、圧倒的な強さを誇ります。レース前、勝てる、勝つ、一番強いんだと自分に言い聞かせ勝つことだけを考えております。目標は夢は大きく神山雄一郎、いつ見ても惚れ惚れするような綺麗な競走フォーム、その7番尾崎の後ろには9番小林がおります。9番小林に4番諸橋、上越勢続いた後方に5番の清水がおります。5番清水は適正出身で体も大きく豪快な先行ぶりは滝沢2世の呼び声高い、この立川も B 級で特進した場所でいいイメージを持っております。後方から上がったのが7番の尾崎、そしてさらにそのアウトコース上がったのが5番の清水、5番清水が先頭、
5番清水には79期生ナンバーの恥内に競争したい西本が選んだのは強力先行清水。5番3番1番第2センター回って第4コーナー、5番清水が先頭、5番清水先頭で第4コーナー回ります。そして後方からは6番西徹、周回の方があと1周、逃げるのが6番西、そして2番の八日市屋、第1コーナーから第1センター6番2番8番、中段には5番の清水、第2センター回って第1センター回ってバックストレッチ入ります。6番の西が先頭、中段から回ったのが5番の清水、まだ後方には7番の尾崎、第3コーナーから第2センター6番2番、番手から先頭が2番の八日市屋、2番八日市屋先頭、2番八日市屋先頭で第4コーナー回って直線6番2番の八日市屋先頭、2番八日市屋ゴールイン、2番八日市屋博之の快勝。そして8番の福田、外から突っ込んだのが9番の小林あたりか。ゴールの方は2番の八日市屋あたりか。はい、それではもう一度ゴール前をスロー VTR でご覧いただきましょう。鈴木さんどうでした？そうですね、はい、石川勢ね、思い切りのいい飛び出しを見せましたよね、はい、2番の八日市選手ね、第9レースの発売を開始しました、小さいですけどね、スピードありますね、はい、頑張りましたよね、はい、でそして2着は8番あたりでしょうか。はい、これからが楽しみですね。そうですね、それにしても、尾崎選手ね、ちょっと後方立ち遅れ、残念でしたよね、うん、そうですね、はい、審判の正式決定まで車検は大切にお持ちください。大きいんですけどね、はい、かなり混戦レースの、予想ですね、はい、はい、それでは第8レースルーキーチャンピオン